はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ですね、以前、つけました。こちら。ラム酒の、ラムレーズンです。こちら9月の23日にバカルディのスペリオールで、まあ、ラム酒、ホワイトラムですね。で、レーズンをつけたと。で、こっちが、同じく9月の23日にマイヤーズの、ダークラムでつけた、ラムレーズンということで、それをスーパーカップの安定のスーパーカップの超バニラでいただきましょう。やっぱね、これなんですよ。明治のね、あのね、スーパーカップはね、あのね、はっきり言ってね、あれ大嫌いなんですよ。ハーゲンダッツ。いやー、よかったわ。バカジタに生まれてよかったね。いや、本当に。あの、日本酒のこともそうなんだけど、あのバカ舌に生まれてよかったなぁと。だから日本酒も、あの、大吟醸とか大嫌いなんで、大吟醸とか、ね、一番好きなのは普通酒。なので。いや、本当に。じゃあ、まずは普通に一口。こちら、はい。ダイソーの、で購入したこのステンレスだっけこれ。ステンレスのスプーン。いただきます。うまい。うまいな。うまい。冬だけど、寒いけど、美味しい。ハーゲンダッツはね、昔買ったことがあるんですけど、バニラ。バーとかで、行って、一番初めに頼むのは何かって言ったら、大体ジントニックとか、もしくは、マティーニってなるじゃないですか。ね。まあ、それみたいなもんで。だから、ハーゲンダッツは、ね。いや、バニラうめえかなと。買って食べたんですけどね。あ、美味しくなかったんで。甘い。てか、甘すぎるんで。好みではない。ということです。それではまずはマイヤーズの、ラムレーズンいただきましょう。あれ絶対ぼったくりだって。あれ、あとあの、31アイスクリームのあの、バニラも多分ぼったくりですね、あれね。あれぼったくりだと思うんだよな。絶対。あとチョコミントとかもね。俺、チョコミント大好きなんですけど、ね、31アイスクリームのチョコミントを食べたんですけど、何もわかんないね。何もね、スーパーカップのね、チョコミントと何も変わんないなと思って。まあ、スーパーカップのあれは、これは、期間限定ですけどね。いただきます。美味しい。スーパーカップのチョコミントも大好きなんですけど。それよりも大好きなのは、うまいな、これ。これ美味しいわ。
スーパーカップのチョコミントよかは、個人的にはですよ、チョコミントで一番うまいって思うやつは、シャトレーゼっていう、お菓子屋さんで、売ってるチョコバリバリ、バリバリチョコの、チョコミント。まあ、最近なんかチョコミントが、去年だったか、一昨年だったか、から、めちゃくちゃ、売り上げを伸ばしてる、チョコミント。っていうのが、載ってて。だからまあ、チョコミントとか、あと去年だったら、なんだあれ。タピオカミルクティー。結局一回も食わなかったですけどね。まあミルクティーって時点でもカフェイン入ってるから、いいやっていう。そうですね。あれタピオカってあれ、昔食ったことあるけど、ねえ、あ、美味しいんですかあれ。こんにゃくゼリーみたいなもんでしょ。俺あれだったらさ、ナタデココの方が好きなんだけど、入ったサグウェイだった。ナタデココのさ、うまさ、ねえ。あんみつとかの、ね。ナタデココ美味しいっすよね。ジュースとか、あるでしょ？ジュースね。混ぜて、振って、よく振って。これ実は、これ2種類、このレーズンがね、一応あるんですよ。確かダイソーで買ったんですけど、なんだったっけな。カリフォルニアレーズンと、なんとかかんとかレーズン。やっぱマイヤーズはダークラムだけあって美味しいです。ラムの中だと多分一番手に入りやすい上にかなりそうだね、飲みやすくて甘いんで、ほぼ 100% どこでも売ってますからね、スーパーでもコンビニでも。マイヤーズのダークラム。ラム酒の中だと。これが一番コスパ高いっすね。だってダークラムだもん。ねえ、ホワイトラムとゴールドラムと、ダークラムって、まあ、3種類あるんですよ。で、あとなんか味の濃厚さとかで、なんかなんつったっけな。なんかミドルとかなんだっけ。ミディアムとか、そういった類になる。あれもだから3個ぐらいあって。まあ、サザンが9個ぐらいあるんです。で、こっちがバカルディのスペリオールっていう、これホワイトラムね。まあ、一切樽熟成をしていないラムです。
まあ、この色は、まあ、熟成ですね。樽熟成ですね。蒸留酒のラムは、ラムだから、サトウキビですね。原料は。いただきます。そうだね。こっちの方がレーズンの味が前面に出てます。レーズンさがすごい残ってる。バカルディのスペリオールっていうのは、まあ、ラム酒の中だと一番、売り上げが世界で1位のバカルディージャっていうところが作ってるんですけど、これのバカルディのそのスペリオールっていうホワイトラムはですね、普通の、そうですね、安いやつでいくとなんだ。何つったっけな。あったあった。ロンリコとかね。ロンリコのこれホワイトなんですけど、これとかに比べるとまるで違う。これもホワイトラムなんですけども。飲み比べると全く違うというか、飲み比べなくても一目瞭然で分かった。こっちはね、まずい。まずい。で、バカルディのスペリオールは、うまい。簡単に言うとそれです。単純に言うとね。で、具体的に言うと、じゃあどうまずいか、どううまいかってなるんですけど、バカルディのスペリオールの場合、ストレートとかロックで飲んでも、そうですね、さらーっと、こうスススススッと入ってくる。癖のなさと、それと同時に、風味、香りですね。が非常に豊かなんですよ。で、そうですね。個人的にはロックとかで飲むとすげえうめえんですよ。ロック。まあ、あとコーラで割って、キューバリブレとか、カクテルにしてもいいし。まあ、とにかく、そうですね。コカ・コーラで割る。キューバリブレもしくはキューバリバーっていうカクテルがあるんですけども。ね。バカルディのスペリオールは、個人的には、ロックで飲む、もしくは、キューバリブレで飲むっていうのが、おすすめです。俺は。まあ、ただ、バカルディは、世界一売れてるということで、値段としてはちょっと高いんです。ただね、コーラで割るとね、混ざってんだけど、しっかりこの味が、感じるんですよ。この、スペリオールの、バカルディの味が。残ってる、
残ってるというか、もう、分離してるっていうか、もう、コカ・コーラと混ぜて、はい、じゃあ、コカ・コーラと、ラム酒の、どっちもの味がするんじゃなくて、コーラはコーラで感じるんですけど、コーラの中にやっぱり完全にバカルディのスペリオールが、もう、主張してるんですよ。めっちゃ、ブワーって。それが感じる。うん。で、こっちはなんでまずいかって、飲めばわかる。一発でまずい。うん。さすが、論理コースね。これはあれば、これひどいです。これはひどいですよ。うん。ひどいの一言です。これひどい。うん。確かに値段はね、1000円ぐらいなんですよ。で、バガルディのスペリオールはだいたい1500円ぐらいかな。うん。圧倒的にまずい。ストレートで飲んでみましょうか。うん。もう風味がね、えげつない。うん。癖が強い。非常に癖が強い。で、雑味っていうか、風味自体はクソみたいな、風味するんで、うわ、まずっていう、舌で感じるプラス、香りでも感じる、まずさ。バカルディとは、全く雲泥の差、です。完璧。もうね、そもそも香りがおかしいんだよ、これ。香りが。うん。もうね、もうアルコール臭。あれ？これウォッカかなーって。いただきます。うん。辛い！アルコール臭がむちゃくちゃする。じゃあ、肝心のじゃあ、ラムの、風味はするか、砂糖黄身の。ね。すいません。うん。いや、厳密には するはするんだよ、若干。ただ、アルコール臭と、アルコールの風味を、で言うと、やっぱズバ抜けて、まあズバ抜けてっていうかまあ、割合としてね。やっぱアルコール臭とアルコールの味の方が強いんですよ。うん。これひどいね、これね。もう口に入れた瞬間から、えぐさ。うわっていう。アルコール臭のオンパレードに加えて後味の、口の喉のあたりの、にずっとこう漂ってる感じ。まず。まあ、そりゃそうですよ。バカルディの名はですね、バカルディっていうカクテルがあるぐらいですから。うん。で、絶対にバカルディっていうカクテルはですね、絶対にこのバカルディを使わなければいけない。レシピにも確実にもう記載されてる。バカルディ以外のラムを使ってはいけない。っていうレシピが多々あるんです。
それぐらい有名な。まあ、ラム酒の中ではもうトップです。うん。あとはあれか。ラム酒だと、あれ。キャプテンファルコンじゃなくて、なんだっけ。あれ、なんだったっけな。最近マジで、物忘れがひどすぎて、本当にやばい。キャプテン、あったキャプテンモルガンね。そこにありました。うわぁ。これ本当にこれはひどいな、これ。ひどいな、これ。もうほとんどこれ。うわぁ。えぐい。えぐいウォッカみたいなもんだ、これ。ひどい。うん。キャプテンモルガンは有名ですね。ただ、あれは、少々人を、まあでも、いや、普通にマイヤーズのダークラムでいいと思いますよ、僕は。マイヤーズとバカルディでいいと思いますよ。キャプテンモルガンはちょっとね、特殊なラムなんで、ラム酒なんで、ちょっと、スパイス、香辛料とか使われてるんですよ。いろいろと。なので、ちょっとパンチが効いてるというか、うん。他ではもうありえない。着工というか、普通ラム酒って蒸留酒ですから。んで、あと、その後、樽でね、熟成させたい。ホワイトラムだったら、熟成させないで。ゴールドラムだったら、若干熟成させる。で、ダークラムは、かなり熟成させるみたいな感じなんですけど。まあ今だともう大体ゴールドラムはほとんどただのカラメル色素ですね。日本のまあ、特にだから安いやつ、ロンリコとかさ。カラメル色素。つまり寝かせてないのに、ちょこっとだけだから、表記する義務はない。言ってさ。ね。で、書かないで、ね、素人は、ね、色濃い方が絶対うまいだろ、みたいな。タレで寝かせてっから。だから、ホワイトよか、ゴールドの方がうまい。で、ね。それで買うんですよ。で、多分普通になったら、それで納得するんですけどね。普通ならね。普通の人だったら、それで納得するんです。ろくに知らないんで、味自体は。すげえ漏れてんな、ここら辺。まあ、だから、個人的には バカルディは、
安定したうまさです。ホワイトラムだったらまあバカルディのスペリオールにかなうものはいないです。で、ダークラムだと、マイヤーズが非常にコスパ高いです。ただ一番美味しいのはもうなくなったんですけど、バカルディの151ってやつね。あれが一番うまかったんですよ。ラム酒の中で一番うまかったラム。バカルディ151。151ってのは151ってのは何なのかって。プルーフですね。151プルーフという意味です。プルーフというのがアメリカとかで使われているアルコール度数の単位なんですけど、日本だと何度、アルコール度数何度って表記されるんですけれども、プルーフは、2分の1にすると、日本のアルコール度数になる。つまり151割る2で、75.5 度のアルコール度数の非常に高い。だから、瓶にラベルが貼ってあって、火気厳禁、燃えますから。基本的に50度以上になったら、度数ね、あったらもう大体燃えますからね。危険です。ただ、それはもう終盤になったんだったか、日本で、には輸入されなくなったんだか、なんとかかんとかで、残念なことになりまして、唯一残ってんのが、このロンリコの151は確か残ってるんですけどね。まあ、残念ですね。バスペールエールもそうだよ。だから、あれなんだよ。その時になんか、いや、わかんねえんだけどさ。結構前にもうなくなってたっぽいな、あれな。バスペールエールは割かし最近なんですけど。ここ半年か、1年前ぐらいですかね。バカルディの151はもう、結構前に終わってたみたいで。度数が確かにね、非常に高い 75.5 度の度数なんですけれども、はっきり言って凄まじい、コク、濃厚なコク、と、風味。もう、あれはすごいですね。本当にすごいですよ。もう多分残ってないんで。海外行った時、ラム酒ってどこさんなんだろうな。ヨーロッパかそこらか。バカルディ151は本当に伝説的なラム酒でした。他でだからバカルディでもバカルディのダークラムもあるんですけどね。それ買うんだったらマイヤーズのダークラムの方が美味しいと思うんですよ。だからバカルディはね、そう、バカルディスペリオールでいいと思うんですよ。それ以外。買わなくて。151はもうなくなったんで、151があるんだったら151も買うんですけれども、バカルディのスペリオール、つまりホワイトラムは、本当にバカルディの中だと非常に傑作だと俺は思ってます。ホワイトなんだけどね。飲み口が非常にスムースで、なおかつ風味が穏やかね。それでいて、こういい香りが、はーってなる感じ。これは全、ダメです、これ。これクソですね。これはひどいですよ、これ。本当にひどいな、これ。これ、
アルコール臭しすぎだろ、これ。もう、口に入れた瞬間、もう刺激臭、刺激で、ピリピリピリってなって、アルコールの香りがブワーってくるんだよ。もうこれエタノールでいいんじゃないか、これ、普通に。もうエタノールでいいんじゃない、これ。ということで。そうですね。マイヤーズのダークラムと、につけたものと、こっちとこっちで。まあ、両方の食べましたけれども。そうですね。結論としては、まあ、どっちも美味しいなとは思います。こっちはだから、レーズンの、バカルディの方はレーズンの風味がしっかり、残っている。うん。ラムの、風味とか味よりも、レーズンの味の方がしっかり残ってる。で、こっちは、もう、ほとんど、ダークラム。マイヤーズの、風味が、ラム酒の風味の方が圧倒的にちょっと、勝ってるっていう感じなんで。まあ、こうつけがたいと。いうことで、どちらもうまかった。だから、こういうのを、やっぱね、バニラで、こう、ラムレーズンにして食べると、美味しいですね。いやー、もうちょっと酔っ払っちゃってる。これどうしようかな、この、ロリコンホワイトどうしようかな、これほんと、あれだ、コカ・コーラとかで割らないといけないな。ダメだ。コカ・コーラで割るとダメなんだ。コカ・コーラだと、カフェイン入ってるから、酒とカフェインを、同時に取るというのは、ほとんど俺の中で、やばいです。ただでさえカフェインアレルギーなんだけども、コカ・コーラだったら 200ml ぐらいまでは飲んでも大丈夫なんですよ。だそれ以上飲んだと、動悸がしてくるんで。うん。だからなんか、ジュースかなんかで、ファンタとかで割れば、まあ、そこそこうめえじゃねえの。もしかオレンジジュースで割って。俺オレンジジュース大好きなんで。100% オレンジジュース。大好きなんで。そうですね。こちら二つとも四つ星！飲酒動画ではないんで、甘みとか、あれめんどくさいんで書かないっす。四つ星！みんなもね。これだから9月の23日でしょ？今1月でしょ？10、11、12、4ヶ月。今1月の24日。4ヶ月経ってますね。ん？ 1、12、11、10。うん。4ヶ月経ってます。これ4ヶ月経たなくても別に何の問題もないと思います。うん。ということで、皆さんお疲れ。バイビー。